このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人魚に渡して機内ユキは死んだと伝えてくれ。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指刺すやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほ、ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。
こんなところに連れてきて、一体何だってんだ。ああ、俺が機内だが。そんな人魚。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。最後まで私のわがままに付き合ってくださって、お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接私もう行くわ。では同じなのね。機内と同じ手を。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に私が人間だったなら、機内と共に生きられた。さようなら。あの姿、どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。
手紙？祖父の手紙だ。愛する人へ、君に助けられたあの嵐の日から、君を迎えに、それももう終わりにしようと思う。すまない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、千島ヶ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつてのイーナズ。ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女は俺の目の前で、俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは、機内。体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。すまない、ロミア。俺だけ幸せになるなんてできない。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう、戒めとして村にの君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの家、俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは。君を。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。来いよ。